大久保保です。時は2020年10月31日。彼はこう言いました。就職いたしました。そこから約2年後、妻一人、子一人を養う彼はフリーランスの大海原に飛び出しました。本日の動画は YouTube を再開した私が最強の武器を手に入れたので紹介します。大久保保です。はい。チャンネル登録、今9万3000人を超えまして、もうすぐで10万人ということで拍車がかかっております。10万人達成したら遠出とか、あとちゃんとねちょっと語りたいこととかありますので、目先の目標、確実にやっていきたいなと思っております。はい、で最近はいかがですか。私は会社を辞めてフリーランスになったということでね、今日はそういうフリーランスになってからの Vlog みたいなのを撮ろうかなと思っております。そういう企画でございます。はい、企画っていうかね、ただ単に動画を撮っていくっていう感じになるかなと思いますけども、そういうもうそういうのいらないんです。企画っていうかね、ないないだと思いますけどみたいな、保険貼るみたいなもうやめましょう。保険貼るのなし。私保険を張った人生でした。ただその保険が全く張りぼてのもので何にも残ってません。ただ私には家族がある、ということで、そんなことはどうでもいいです。会社を辞めてフリーランスになったということで、 Vlog を撮っていきたいと思うんですけども、とんでもない秘密兵器手に入れましたので見せたいと思います。こちらオズモポケット3です。はい、オズモポケット3、こちらめちゃくちゃいいです。 Vlog カムとなっておりまして、カチャってやると起動する、もう本当にお手軽に撮れる Vlog カムです。ジンバルがついていたり、はたまたピンマイクとコンボセットのものを買ったので、ピンマイクがついていてレシーバーになっていて、送信とレシーバーですぐにピンマイクを収録することができる。ウォーリーの頭みたいなところ、ここですね。ここがもうすぐこっち側向くので自撮りがたやすくできるということで、本当に Vlog に向いているカメラだと思っております。カメラ詳しくない人に、しっかりとお伝えしたいのが、今はこれです。それだけ覚えて帰ってください。 YouTube の歴史からいくと GH5 っていうね、ルミックスのカメラがすごい YouTube の中で流行ったんですけど、バリアングルモニターができるとか、昔はねソニーのカメラもね30分しか撮れないみたいな制限があったんですけど、 GH5 だとその制限もなくなる。そういうので GH5 持ってればいいみたいなのがね、それは瀬戸康史さんっていう方がね見本としてそのカメラを使い出して、みんなね取り入れていったんですけども、そういうようなノリでYouTuber が今これしか使ってません。 Vlog カムを求めてるなら今はこれです。ピンマイクがついてるセットで10万円ぐらい。一応内容としてはミニ三脚、ワイヤレスのマイク、本体、バッテリーですね、カバー、コードというラインナップです。これをですね、なんと北村写真機店さんで中古で売ってたので、もう即買いました。それがなんと7万円ということで、でもこれが本当に最後の散財という風になると思うんですけども、これで Vlog たくさん撮っていこうと思っております。会社を退職して映像制作のお仕事もねやっていくことになったので、今週から Vlog をいっぱい撮っていこうかなと思ってます。オズモポケット3を使いながら試していこうと思っております。カメラとかね全然関心がない人もいらっしゃるかと思いますけども、その方はおすすめのグルメみたいなのをご覧になっていただけると幸いです。ご覧ください。うまいる。オズモポケット3のテストをします。マイクをつけるとこうやって、ピンマイクが、内蔵されているので、すぐに音を拾うことができて、音声も綺麗に収録されると思います。あと音声の波形みたいなのがあるので、音割れしてないっていうのがすぐ見れるのがすごくいいと思います。ちなみに音の波形もいいなと思ったところなんですけども、もう一個いいなと思うのがこれです。レンズに直接つけるワイドアングルレンズっていうもので、これをつけるとワイドに切り替わるという、画角が少しワイドになります。でしかも磁石なので取り外しが簡単。ちょっと画角変わったの分かりますかね。ちなみにめちゃくちゃ嬉しいND フィルターがあるので、白飛びしてる外とかだとサングラス的な機能があるので便利だなと思っております。お昼です。お家に帰ってきてお弁当を食べます。ビールしてるわ。いただきます。 Vlog くん、今日はですね、
撮影をしてきました。映像制作の撮影をしてきまして、朝から神保町の方に来て7時入りして14時まで撮影して、まだまだ1日が長くなるので朝からの仕事はすごく有意義です。はい、ではさ、あの黒い服なんですけど、映像制作なのでやっぱりね、裏方さんということで、それでオールブラックで挑んでおります。今からちょっとせっかく神保町に来たんで、せっかくなんでご飯でも食べて帰ろうと思っております。よく来た町なのでめちゃめちゃ懐かしいです。行ったのは神保町駅から徒歩5分ほど、歴史ある路地を歩いていくと見えてきたのはライスカレー満点です。昔ながらのライスカレーが楽しめます。見てください、カツカレーのパンチ力、お口直しのコーヒーも用意されています。最高。はい、満点カレー食べ終わりました。めちゃくちゃ美味しかったです。もう100点満点、満点カレーでしたけども、やっぱなんか、ね、あの一口のお口直しのコーヒーとかあったり、かすかにねリンゴとかのなんか甘みを感じるような少し辛いカレーでした。めちゃくちゃ美味しいです。であのボリュームがすごくあるのに700円なので、 NSC とかの学生の頃とかはもう毎回行ってましたね。頼んでから思ったんですけど、あの赤いウインナーみたいなのを注文すればよかったななんて思っておりますけども、でせっかく来たので喫茶店も行こうかなと思ってます。はい、カレーも有名ですけど喫茶店もすごい有名なのでちょっと行きたいと思います。神保町は本当に本屋が多く、喫茶店も純喫茶、昔ながらの喫茶店が多いです。こちらは子供の本専門のカフェです。オズモポケットの操作が慣れてなくてカクついています。さあどこのカフェに行ったかというと、タリーズでした。いや神保町すごい詳しいみたいな感じ出してタリーズかいって思う人がいると思いますけども、見てください、彼のこの汗、めちゃくちゃいろんなところを探して暑い中歩いたものの、西日がどんどんきつくなって残暑がすごく、もうそこら辺のタリーズでいいやってなってしまいました。うまいる。はい、今日はですね、昨日黒装束で過ごしたんですけども、その時とは打って変わって今日は真っ白で白統一で歩いております。今日はですねエキストラの仕事がありまして、こういうちょっと機会がないと外に出ないんじゃないかと思いまして引き受けた仕事があります。それをやるために、はい、あの全身白で来てくださいということなので、ちょっと恥ずかしかったですけど白で統一しました。せっかく外に来たんで今から評価が高いラーメンを食べに行こうと思っております。やっぱりねこういう外に出るっていうのがね、そういう特典があると思うので、夕飯はラーメン食べます。今日のねエキストラの仕事はね、全身白い衣装の人がね50人ぐらいいて、でなんか白い壁のスタジオであの映像を永遠と見せられるっていうね、ちょっと、ね、変わった仕事だったんですけど、やはりねこういうねもう39歳にして下積みを、経験してるっていうのはすごいね、今後のね、フリーランスの人生で、生きてくるなと思ってますので。続いては銀座のかがり鶏白湯ラーメンのお店です。夕方ということもあってそんなに並ばなかったんですけども、町の8人ぐらいの7人ぐらいは海外の方でした。どっかのガイドブックに載ってるんでしょうか。鶏白湯麺がすごく好きなので一口食べたらうまいる。こちらは iPhone のインカメで撮っております。やはり臨機応変に iPhone で撮るなどの交互に使っていくっていうのが Vlog を撮る上で大事なことなんだろうなと思っております。いろんなカメラを使っていきたい。めちゃくちゃ美味しかったです。帰ります。本日も外に出ております。本日は企画会議に参加しまして恵比寿に来ています。オズモポケット3いかがでしょうか。気づいたんですけども、なんかマイクを使わなくても結構いい音だなって、そのうるさいところじゃなければ結構聞けるなと思いますので、ちょっとそのあたりも試せたらなと思っております。いかがでしょうか、マイクとの違い。 Vlog を撮っていくうちに一個すごいねめちゃめちゃいい発見をしたんですけど、こうやって Vlog を撮ると恥ずかしいじゃないですか。正直あのいろんな人に見られたりね、あのすると思うんですけど、あ見てくださいこれ、ここのペットショップすごいおすすめです。すごくいい作戦を考えたんですよ。あの恥ずかしくない、 Vlog を撮っても恥ずかしくないっていう作戦をね練りまして、そちらこちらです。
こちらサングラス、サングラスをかけることによって観光に来てるのかな、日本に観光来てる海外の方だって思ってもらえるんじゃないかなと思いまして、これで恥ずかしくないなと思ってますので、このサングラスをかけて動画を撮っていこうかななんて思っております。見てください、この堂々とした観光客みたいな歩き、まるでニューヨークやベネツィアなんじゃないかと思ってしまうぐらい観光客になりすましています。今日の空は青いな、お目が高い。今日は下北沢に来ています、観光客、作戦で、歩いておりますけども、今日はあの知り合いとご飯行きますので行ってきます。オズモポケットの映像どうでしょうか。やっぱりね、あの素材をね見返してみると、本当に手ぶれがね全然してなくて、めちゃくちゃいいなと、あと音質もすごいいいなと思ってます。あ、大阪から来て、まあ、大阪発のカレー屋さんやけど、このカレー文化、カレーブームを牽引してきたと言っても過言ではないし、あ、じゃあ結構前からやってるんだ。そうだね、うん、これもそうやし、で誰ですか。なんかずっと撮ってるところの隣で、ごめんなさい、勝手に喋って。え、いやもう下北のことなら何でも聞いてください。あ、下北名人。まあ名人、そうですね、僕らの町下北沢、あっていうインスタをやられてるんですか。これもうすぐ席ご用意してもらえるんですけど、うんうん、奇跡です。奇跡、うわすごい。いつも20名ぐらいは入れてるかな。そんなに、はい、奇跡です。香ばしごまの和風サンボルと食べる鮭とキノコの醤油バター鶏キーマ。あ、すごいすごいすごい、ターメリックライスバージョンだこれね。すげえ。かぼちゃとひよこ豆のグリーン豚牛豚キーマが、これこれ、あ、違うかな、こっちなの。さっきも言いましたけど、はい、ミスター下北だ。あ、ミスター下北だ、はい、素晴らしい、ありがとうございます。いただきます。うまっ、美味しい。鮭フレークみたいなカレー。その例えをでも、うまっ、めちゃくちゃうまいかも。甘酸っぱポークキーマ、うん、この確かにズッキーニと感じとかパンチあって、うん、めちゃくちゃうまいです。あ、黒酢が効いたって書いてある。全部言語化してくれてるわこの味を。あ、合いがけやから、そう混ぜて全部ごちゃ混ぜにしてもまた、あ、美味しいんだ。美味しいっていう。しかもこれね、このつゆ最後にヤムスープ、うん、ヤムスープもかけて、うん、一緒に食べるのも、うん、いいらしいです。あの、そのルール上は OK らしいです。はい、店員さんが言うとはったんで。おいしい。奥が濃い。奥が黒酢効いてるとかね、あ、いろんな味がね、入ってますよ、はい。すごい。いや、食べてた。誰、はい、誰ですか、ね、ミスター下北沢。で、教えてくれてんの。ありがとう、ありがとう。ミスター下北沢。はい、ということで、オズモポケット3の Vlog、 さまざまな動画を撮っていきました。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃいい検証になったんじゃないかなと思ってまして、ここ1週間ぐらい持ち運んでいきましたけども、やはり、優秀だなと思っております。あのインカメラとアウトカメラどっちもね 4K のね映像を、本当にそれなりにいい映像を撮れるっていうのはいいと思いますし、やっぱり iPhone とかだとインカメラの画質が下がっちゃうみたいなのは機種によってあると思うので、やはりその辺がやっぱ利点だなと思いますし、ジンバルも全然ブレずにいい動画が撮れるなと思っております。あと音質もやっぱりいいですよね。はい、あの簡単にこういう、ね、ワイヤレスマイクにつなげるっていうのもいいですし、ワイヤレスがない時の音質も結構拾ってるんじゃないかなと思ってます。ただやはりあのカレーの、下北沢のカレー食べてる時にやっぱ思いましたけど、隣の人の声がどうしても入っちゃうので、そういう時は、ワイヤレスマイクを使った方がいいんじゃないかななんて思いました。はい、なのですごくいい検証だったんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます、下北名人。
名人。その時にやっぱ思ったんですけど、簡単に渡せる Vlog カメラっていうのでいいと思うんですよね。 ZV-1 とか、しっかりとしたカメラ、一眼のカメラとかもすごく映像は綺麗なんですけど、ちょっと撮ってくれないみたいなので、このオズモポケット3の方が簡単に渡せてクオリティのいい映像を撮れるんじゃないかなと思ってるので、まあでも操作感はねもう少しね必要だと思うんですけども、例えばこれずれちゃった時にダブルタップすると、センタリング、真ん中にセンタリングしてくれるので、そういうちょっとした小技みたいなのは今後もっと覚えていかないといけないなと思いますし、あとなんかねスクリューみたいな映像をね撮ることができるんですけど、そういうのも今後やっていきたいなと思いますので、ちょっとまあ Vlog 以外のちょっとした映像表現みたいなのも今後使いこなせたら最高だなと思っております。まあ、何にせよ今後 2,3 年ぐらいは相棒にメインとして使える機材だと思いますので、新しい iPhone とかが出てね音とかをね操れるところとかがねすごく魅力的だと思ってるんですけども、しばらくはこのオズモポケット3で映像を撮っていきたいと思っております。ということで最後まで見ていただいてありがとうございます。これからもいろんな YouTube 撮っていこうと思ってますので、もうすぐ10万人に目指してたくさん撮っていきます。よろしくお願いいたします。今後もごひいきにチャンネル登録、コメント、高評価などしていただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。